古いな。普通に行きますね、はい。3月の22日金曜日、はい。今日平日です、はい、私連休取ってます、うんうん。あ、ここ和田岬線やんね。そうです、はいはい、はい、コンビニがありましてね、はい。我々どこ行くんかというとね、はい、こうモーニング食べようやと、ね、食べようやということで、はいはい、あのモーニング並みになってまして、はい、そりゃそうやで、はい、朝5時やでまだ、はい、で、はい、どっか空いてるかなっていろいろ探してたら、そうそう、トッシーさんが、はい、あると、はい、世の中あるよねあるで、あるかどうかでも行ってみないと分かんないから、まあ、そう、空いてるかどうかは分からない、ちょっと情報が古いそうかもしれないのね、うん、とりあえず、中央市場に向かっております、はい、中央卸市場、市場内、終日金やって、来客用駐車スペース左、はいはい、あ、なるほどね、なんて書いてます、ロープ上り2階駐車場、うん、あ、あそこやね、スローパーがあるのね、うん、入湯市、あ、おはようございます、おはようございます、まだやっぱりね、朝、はいはい、朝やからね、そうやね、うん、で、ここがね、中央卸市場の2階、はい、あれもしかして電気ついてるんじゃん、ね、トッシーさん、はい、見つけましたね、あります、いや開いてんね、開いてん、カフェヒット、はい、今何時ですか、今ね5時半ですわ、あ、朝5時半から開いてるカフェでして、はい、たこ焼き6個360円、はい、8個480円お持ち帰りもできんねんて、うん、モーニングトーストサラダコーヒーで550円、11時までやって、はい、一応ね、撮影の許可も得られましたんで、はいはい、食べてるとこね、ちょっと初めて入るよ、はい、じゃあ行きましょうか、はい、おはようございます、お邪魔します、いや、あったか、どこ行きましょう、二人なんで、あ、あ、こっち行こうか、はい、ここにも座席あったよね、はい、これメニューですか、はい、モーニングね、モーニング、あ、これね、はいはい、アイスプラス20円、お店の中はこんな感じです、はい、もしかしてここのカフェってね、ネットで調べた時に何だっけな、お店の名前、葵さん、葵っていうカフェ、あ、それはお隣なんですか、あ、向こう側の電気ついてたとこ、あ、これ2軒、2軒4時から開いてる、え、もう1個あるんですか、その向こうに浜口さん、それ3軒ともカフェなんですか、朝4時から、さすが市場、やっぱり中央市場ですね、はいはい、あ、じゃあ私あのモーニングでホットで、はい、同じくで、はい、はい、ありがとうございます、はい、そのトシーさんさ、はいはい、さっきも話してたけどさ、うん、まあ昨日、うん、トシーさんが散髪したのが、はいね、夜中の1時、うん、でまあお店出たのが2時や、2時ちょい回りぐらいで、このお店が朝4時から、ね、で、我々ちょっとうろうろして、はいはい、まあ私が小1時間寝て、今5時半、はいはい、だから最速やって4時でここ来れてたんや、はい、今5時半なんで、1時間遅れてますよ、だからちゃうね、遅れてるっていう感覚がもう おかしい、はい、押してるという感覚、はい、いや、さっきトシさんおっしゃったように、うん、我々いろんなカフェ行きましたけど、喫茶店ね、最早やな、これ見てる店あるんかな、 ありがとうございます、おー、多めに、わー、もうべっとりしてるわ、好きよね、好き、バター好き、バター、マーガリン好き、うん、あー、サラダも美味しそう、はい、ありがとうございます、目の前で入れてくださるんやわ、なんと、これはサービス満点ですね、え、私ね、彼とモーニングまあまあ巡ってるんですよ、はい、でも目の前で入れてくれたの初めてやな、あ、入れたまま持ってくってこぼすの嫌やから、あのね、一つお伺いしたいんですよね、はいはい、4時から空いてるっていうのは、まあ、お客さん来て、はい、今ある意味5時半って人落ち着きしてる感じの時間帯になるんですかね、そうですね、このはいはい、あ、また第2波があんねや、え、
このお店って何時までやってらっしゃるんですか？一応3時までっていう形。なるほど、15時。15時ですけど、うん、2時回って、うん、お客さんが来なかったら。なるほど。だってね、朝4時からしもたら3時ぐらいには最低でも起きなあかんですもんね。すごいな。定休日ってあるんですか？定休日は水曜日か。あ、これ、あ、市場の休みや。はい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 、え、市場って水曜日休みなの？水曜日が。あ、の日曜日。なるほど、承知しました。ではいただきます。いただきます。はい、見てこれ豪勢よ。ああ、外しかし、やっぱり寒かったね。寒い。やっぱ早朝は寒い。やっぱあのアイスコーヒー派の私でも、うん、今日はホットよ。さすがにね。寒いね。寒いね。いただきます。あ、美味しいね。美味しいでしょ。コーヒー美味しいね。美味しい。ああ、たまる。で、もう早速ですけど、私パンをいただきます。バター多めにしてくださいとしてくださいました。はい、うん、パンも美味しい、うん、今回ね、あの私らみたいに市場で働いてないお客さんもまあまあ来る感じですか？そうですね。うん、で朝4時から市場と関係ないお客さんも来たりする？来る時もあの土曜日とかだ。あ、なるほどね。それはここ観光で来た人なんですかね？そうですね。それとか、うん、あと年末とかお盆前になったら一般の人がたまに市場の中に。なるほど。買い物するの。それでこれが市場の中央卸売市場のお休みなんですけど、うん、年末年始はそもそも休みなんですか？年末年始、だいたい30から、うん、12月？12月31から5日までは。やっぱり休みに。5日っていうか、4日までは休み。なるほど。市場は5日からしか、お口しやん。そういうもんなんですか？全然存じ上げない。この店って何年ぐらいやってらっしゃるんですか？ここのお店は、もう、長い、むっちゃ前で、ほう、毎週は、その前の人から、引き継いだ。うん、おー、なるほど。え、なんか引き継いだこと、なんかどっかに載ってたりするんですか？あ、このね、前のオーナーさん。はいはい。うん、で、このおばちゃんと知り合いやって。これ写しても大丈夫なんですかね？これ何の雑誌ですか？あ、もうだいぶ古い。あ、神戸っ子か。そう、これも古いけど、その前の、前のママさんから、うん、前のオーナーさんがこの方で、そうです。で、引き継いだ？そうです。ほんで、この前のオーナーさんの前にも、ばあちゃんが知ってて、はいはい、その前にもばあちゃんが知ってたみたいで、うん、4代目的な感じ。一応あの身内ではないけど、うん、え、すごいな。お一人やってらっしゃるんですか？あ、一応はい、ワンオペで一人でやってて、ああ、で、まあ、お昼前になったらあのたまに母に手伝って。いや、あのいや、すごいな。いや、お若くてよう、その朝4時からやれるなと思って。いや、うん、しんどい時ないですか、朝起きんの？しんどいというか、私も昔は里奈屋に。なんと、あ、ここでな、働いてらっしゃったんや。そうなんです、そうなんです。だから、まあまあ知ってる人多いんや。そうなんです。いや、でも絶対ファン多いんちゃいます？思う。なあ、うん、あの、本当に可愛らしいし、うん、話しやすいし、はい、ね、うん、うん、なるほどね。もともと私もそのイオンが建ってるところに、はいはいはい、もともと住んでて。なるほど。で、その高校卒業して魚屋に住んでて、うんうん、はいはい、今も主人も市場関係する。あ、え、ご結婚されてるんですか？もう同い年なんで。いやいや、大学生で行きますよ。いや、絶対行けるよな。いや、マジでマジで、うん、な。ということでね、こちらカフェヒットさん、ぜひね、はい、視聴者の皆さん、うん、朝特にね、モーニング難民の方、はい、そうそうそう、朝4時から空いてますから、ね、俺らモーニング難民やから。いや、ほんまにどこ行こうってね、見たらね、空いてないんですよ、やっぱり。意外と今遅いんですよね、8時とかね。
そのたまたま彼が発見して、そう、そうそう、でも発見したのは別の店でしたけどね。そうそう、実際は別の店で、はいはい、一番最初ここ来てね、うん、聞いてみようかい、うん、はい、はい、まあ本当素敵なお店ですんで、うん、あの、うん、お姉さんというか店主さん、うん、オーナーさんはさっき何々ちゃんって呼ばれたんですか。あ、ゆきちゃん。それはあの YouTube でゆきちゃんって言っちゃって大丈夫ですか。ゆきちゃんに会いに来てっていうタイトルで5回ぐらい食べに来てから呼ぶんですよ。あ、そうか、そうそうそう、俺らまだ初めて来て、まだ来て10分15分でゆきちゃんまだ早い。ぜひ視聴者の皆さんお越しくださいませ。はい、ありがとうございました。いや、としさん、こちらが濱口さんですよ、ね、先ほどね、はい、話を聞いた、はいはい、で、もう一個こちらが葵さんですよ、ね、でもう一つ我々がお茶したのが、はい、カフェヒット、ヒット、はい、であちらがイオン神戸南、うん、という感じですね、はい、朝4時から開いてるお店が3軒あるそう、ちょっと衝撃的でしたね。でも我々あの朝ごはん、はい、モーニング食べさせていただいた、はい、あのヒットのはい、ゆきちゃん、はい、ゆきちゃん最高やったね。ゆきちゃん、はい、マジ最高やったね。近かったら毎朝来るね。いや、ほんまに近かったら、いやだから常連さんおる気持ちも分かるわ、はい、分かります、うん、はい、ということで、我々次の場所に行きましょう、はい。